日本埼玉県埼玉市南区、地下手袋地下手袋は、埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は地下手袋1丁目から、地下手袋7丁目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0031。埼玉市の南部、南区の北西部の中石平野に位置していて、南北に長い地区である。1 9九十年に住居表示が実施されるまでは、 知って袋と呼称し、しかてと略して呼称する場合もある。かつて存在した大鳥沼や地区南部を旧入間川の流路が流れていたことから、水辺に多い地名である袋が付いたとされている。大鳥沼川流域を除く全域が市街各域である。北部は別所沼公園や埼玉市役所が所在するときは別所地区の高級住宅地に隣接しており、当地区も完静な住宅地が広がる。 このエリアには関東大震災後、鎌倉文子に浦和画家として知られる文化人が多く移住し、資産価値を謳った宅地開発が進み、地下手袋の宅地化にも影響を与えた。武蔵浦和駅周辺の超高層マンションが林立するエリアに隣接している南部は特に人口が多く、全域で住宅が密集している。明治時代は南部に集中し、北部には高地が残っていたが、 昭和期に全域が宅地化した。宅地化の進展により2015年と2016年には埼玉県内で最も地価の上昇率が高い町町となった。明治元年における小技は、全通、中通り、一丁田水深、野方、小沼、住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば下手袋4から9から5の地点で30万千円。 平方メートルとなっている。2016年、2017年には、県内で、最も上昇率の高い地点であった。1990年の住居表示実施に伴い、知って袋から、鹿手袋に、故障変更された。元は、江戸期より存在する武蔵区に足立郡与の寮に属する、鹿手袋村であった。さらに以前は、神尾草与の里に属されていたと言われている。地名も、 手袋とも呼ばれていた。田島村には鹿手袋村の飛び地を漁していた。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、同社の東北新幹線上野駅大宮駅間、武蔵野線大宮支線の与野駅、別所信号場、同線西浦和支線の別所信号場、 武蔵浦和駅間が町内を通るが駅はない。町内にある、鉄道駅は中浦和駅のみであるが、町の南部は、武蔵浦和駅から徒歩圏内にある、1丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目。ありがとうございます。